袋田温泉は、茨城県久慈郡第五町にある温泉。袋田温泉陰泉による効能があるとされ、飲用医薬部外品としての許可を取得している。無色透明無臭の重炭酸岩優泉。アルカリ性単純温泉で、美肌、筋肉痛、神経痛、関節痛、五十肩、内身、くじきなどの効能があるとされる。画像は、 現在の袋田温泉思い出ロマン館の、渓流露天風呂。周辺には、袋田温泉の他にも大五温泉、月温泉、浅川温泉、森林の温泉などがあり、総じて奥久慈温泉郷と呼ばれている。日本の滝百選にも選ばれている袋田の滝をはじめ、月町の滝、大悟観光屋など自然と景観が楽しめ、袋田の滝周辺には土産物屋なども多い。 秋の紅葉はもちろん、春の新緑、夏のアウトドアなど自然を楽しめ、冬は、袋田の滝の凍結や、芝などを見られることもある。食材も豊富で、全国特殊ドリアの品評会で1位に輝いた、奥久慈社もをはじめ、闇添山を源流とする久慈川の鮎、蕎麦、こんにゃく、湯葉、山菜などが有名。また第五町には、 山々のなだらかな傾斜を利用したリンゴ畑が多く、秋にはリンゴ狩りを楽しめる。中田植花火大会と灯籠流し闇ぞれ神社、祭礼会は平安時代であるという。古くから袋田の湯と呼ばれ県内の人に利用されていた。平家湯伝説によれば、田んぼの中から自然湯出泉があり、田ごとの湯とも呼ばれていた。二軒の湯宿があったと伝えられる。 水戸藩の地理学者、長久保石水の地理校、日立信部には、温泉は、袋田の湯という、月井山の下、宿波の跡山際にあり、男女百病を治すと記されている。1860年3月3日、桜田門外の変で実行隊長として、襲撃を指揮し、大老、井伊直助を暗殺した、関哲之助は、薩摩藩などを逃げ回るも受け入れられず、 水戸半量である袋田の桜池に潜伏する。この頃、関鉄之助は病にかかっており、袋田温泉で治療したと言われている。袋田温泉には、関鉄之助の火碑が建てられている。近くには、継承地袋田の滝があり、1929年の東京日日新聞が行った、日本新名所25章の人気投票にも選ばれる。前年に、水軍船、 日立大号駅が開通、1934年10月には全通し、沿線各地の交通が明けたことから、多くの観光客で賑わうようになる。太平洋戦争の頃は、袋田温泉は、胃腸病に特効があると認められ、海軍の指定旅館となる。現在は株式会社 i h ェ s が経営している。1935年8月、茨城交通を経営していた。 竹内雄之介により温泉開発が計画される。1936年4月に、ボーリングは地下400メートルに達し、摂氏45度、輸出量は一中夜5000石余りの湯脈を得る。同年11月に、袋田温泉ホテルが営業開始される。ありがとうございます。